はい、水谷翔太です。本日も一般的に知りたい体の秘密や可能性を楽しく紹介させていただこうと思っております。はい、本日のテーマですけども、これが弱いともも裏が使えませんということをね、紹介していただこうと思っております。もも裏の筋肉ね、ハムストリングスっていう筋肉がですね、まあ、速く走ったり、高く飛んだりね、スピードよくこう、パッて動いたりとか、もちろん初速を使うにも、まあ、とにかく大事なキーワードになるような筋肉です。ただですね、この筋肉なんですけども、ここが弱いとね、実は使いにくくなるっていうのがあるんですよ。一生懸命ですね、このもも裏を使う練習、一生懸命やってるのにもかかわらず、なんだかいまいちパッとしないっていう人はですね、ここが弱いです。まあ、ちょっとね、使えないと言ってますけども、使えないっていうのでも語弊があるんですけども、使いづらくなるってことですね。なんで、めちゃくちゃ高精度に使う人は、今回紹介させてもらうところがしっかりと強いですし、なかなかね、精度が悪い、もも裏使ってるけども、なんかいまいちキレが出ないっていう人はですね、ここが弱いっていうね、もう結構大事な土台になるポイントがありますので、しっかりと理解していければと思っております。まあ、前半ですね、こちらボードで紹介させていただいて、後半実際にそこをトレーニングする方も紹介していきたいと思いますので、最後に見ていただければと思っております。では、やっていきます。はい、やっていきます。ここが弱いと、もも裏が使えませんってことですね、やっていきます。じゃあ何かっていうと、これ、腹圧ですね。腹圧がしっかりとかからないと、実はもも裏ってうまく使えないんですね。腹圧って何なのかっていうと、上は横隔膜、下骨盤底筋、周りは腹横筋ですね。で、ここに囲まれた筋肉が均等にうまく働くことによって、お腹の中に圧が入るわけですね。で、圧が入ると何がいいかというと、この腰椎ですね。腰椎骨盤が安定するんですね。どうしてもね、この胸椎は肋骨にこう囲まれてるんで、まあ割とガチッと安定するんですけども、こう腰椎ってすごく不安定な形になってるんですよ。どうしても。腰椎と骨盤でもうここでもこの腰椎だけでね支えてるので非常に大変なんですよ。しかも内臓とかもあるので非常に不安定になりやすい場所なんですけども、腹圧をうまくコントロールすることによってここが安定するというメカニズムがあります。じゃあなんでここがね安定しないとうまくもも裏が使えないのかってことなんですけども、このもも裏の筋肉、ハムストリングスって筋肉はですね、この座骨ですね、骨盤から硬いこの膝下についてる筋肉なんですけども、この筋肉が収縮することでもも裏をこうやって使うわけです。まあ、こういう動きをするんですね。この時にですね、土台となる骨盤側、ここですね、こいつが安定してるってことがもも裏を使うために非常に重要な条件なんですよ。こっち見てもらうとわかるんですけども、このこっちの人ですね、こっちの人っていうのは骨盤が例えば腹圧があまり効いてない人。まあ、例えばこれ腹直筋はガンガンに収縮してるけど、腹圧としてはうまくかかってない人も、まあ、結構いるんですけども、腹直筋は硬い、背筋もガチガチ、でも腹圧は抜けてるみたいな人も結構いるんですけども、こういう人っていうのは骨盤が安定しないですね。走ると骨盤がやたらとローテーションする。横にぐる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 動きすぎたりとかします。動いてるラインで言うとですね、まあこの股関節じゃなくてこの腰椎前、ここでめちゃくちゃ動いちゃうんですよ。ここがすごく動きすぎてしまう場合はですね、この骨盤自体がぐら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 動いてしまいます。動いてしまうと、この股関節の動きでハムストリングスをこう使いたいんですけども、この土台側がこうやってぐら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 動いちゃうんで、このゴムがね、うまくこう、ハムストリングスうまく収縮できなくなるんですね。まあ、筋肉をね、まあ、ゴムだと思ってもらったらいいと思うんですけども、こうゴムがこっからここにピーンって張ってて、こっちを動かそうと思った時に、こっち側が止まってると、ゴムはね、こう収縮するとこうパーンって動くんですけども、両方ですね、こっちもグラグラしちゃう。こっちもグラグラしちゃうと、両方ともこう、揺れちゃうんです。引き付けがあっちゃう。引き付けあっちゃうんですね。そうすると、こっち側はうまくこう、後ろへキュッと引っ張れなくなって、綺麗にね、こう股関節と伸展方向にこう、キュッと、切れ味の鋭いようなものの使い方ってのができなくなるんですね。逆に、腹圧がしっかりとかかって、骨盤が安定してると、ここですね、さっきの人はこの、腰椎のここで動いちゃいますけども、そうじゃなくて、骨盤の下の股関節。ちゃんと股関節の動きがきっちりと引き出して、もも裏を使えるという風になるっていう形になってます。まあ、ちょっとね、誤解のないように言ってきますけども、骨盤が完全に止めるのがいいっていうわけではないんですよ。例えば、まあ、トップ選手がもちろん骨盤動くんですけども、動いてるのも実はこの、ちゃんと腹圧かかって安定した動きありきで骨盤が動いてる。これがめちゃくちゃ大事なんですね。あれを、例えば、なんとなくね、見た目だけ骨盤の動きを真似しようと思って、骨盤の動きを作ったりとか、腰反らしてね、腰椎前腕さして、こんなお尻上げようとしたりとか、してしまうとですね、もうはちゃめちゃな動きになっちゃうわけです。もう全然違うんですよ。見た目同じような動き見えても、片や、ちゃんと腹圧がしっかりかかった上で、もも裏使って、その動きの中でここが動くっていうのがいいんですけども、もうそもそもここぐら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 動いてる状態では、もうもも裏なんか全く使えないですよね。なので、あなたはですね、もも裏を使って、キレのある動きをしたいっていうのがあればですね、
まずここです。モモレのトレーニングも大事ですけども、この腹圧、こいつをしっかりと作れるようにする、ここが大事になってきます。はい、そしたらですね、実際に腹圧を作るトレーニングですね、紹介していきたいと思っております。はい、ですね、最後紹介していきたいと思います。まずですね、腹圧のねチェックですね、やっていこうと思うんですけども、まあ、よくね、わかりやすいのはリアスクワットですね。股関節でお辞儀する、起きる、お辞儀する、起きるってやった時に、うまくね、ここに力がしっかりと入る人は OK なんですけども、結構ですね、お腹に力がうまく入らない人っていうのは、腰がこう反りがちになったりとか、むしろ逆に腰が当たって曲がりがちになったりとかするかなと思います。こんな感じになったりとか、こうなっちゃったりとかするかなと思います。ここがあんまりね、動かないで、ちゃんと股関節でお辞儀の上げ下ろしができる人は、まあ、比較的ね、こっち効いてる人が多いかなと思います。まあ、もちろんね、今できてるって人も、よりね、やりやすくなるかどうかのチェックをしておきます。まあ、あとはですね、歩いてもらったりとか、まあ、その適当にね、さて歩いてもらった時の、ももの裏の感覚とか、まあ、適当に走ってもらったりとかして、あ、もも裏のバネの感覚使いやすさとかですね、まあ、キック、サッカーだったら、まあ、軸足のもも裏の感覚とかですね、ボクシングだったら、フットワークの時のもも裏の感覚、まあ、テニスの先生、踏み込んだ時のもも裏の感覚、バックハンドの時のもも裏の感覚とかですね、その辺で、まあ、もも裏の感覚をちょっとチェックをしておいてください。はい。ではですね、実際にもも裏を、体幹ですね、腹圧をしっかりと作る練習をね、やっていこうと思うんですけども、今回紹介させてもらうのは、とにかく鍛えなくても腹圧を上げれる方法ですね。やっていきます。やり方はですね、お腹を緩めるって形をします。結構ですね、お腹が硬くなる。まあ、特にですね、お腹の奥には内臓ですね。腸が硬くなってしまうと、腹圧って、ね、入らなくなる。ちゃうんですね。うまく力が入らなくなっちゃう。内臓が下がってきちゃったりしてですね。うまく入らなくなるので、内臓、お腹を緩めていくっていう作業をしていきます。やり方ですね。手を、キュッと指を立てていただいて、上からこうやって押さえていきます。で、お腹を、まあ、少しぐるぐるっと押さえてもらって、あ、なんか硬いなとか、痛いなとか、張ってるなっていう場所を見つけたら、触って、そこで深呼吸3回します。3回したら、また触って、また見つけて、あ、ここだなと思ったら、また、っていう感じで、まあ、3回やっていきます。で、結構ですね、お腹の中でも結構この骨盤のへりとか、この下の方とか、あとこの肋骨の下の方、この外側、結構この骨の近くって結構固まりやすかったりするので、この辺と、あとおへその近くですね、この辺も固まりやすかったりするので、その辺にしっかりと探してもらって、あ、固まってるなーって場所見つけたら触って深呼吸ですね。っていうのをやっていきます。で、ある程度やったら今度はお腹さすっていきましょう。で、さするときは、まあ、ポイントとしてはお腹のな、さすり方としてはですね、気持ちいいさすり方ですね。あ、なんかこういうさすり方すると、あ、なんかお腹気持ちよくなってくるなとか、なんかあったかくなってきて、なんかほぐれてくる感じがするなってさすり方を探ってみてください。無理やりね、うりゃーって緩めてやろうみたいな感じでやるのはやめてください。とにかくね、気持ちよくさすって、なんか眠たくなってきたな、気持ちいいなっていう感じでさすっていただければなと思います。こんな感じですね。で、今回ね、お腹ちょっと触ってもらって、まあまあ最初よりはね、柔らかくなってる感じがあれば、まあいいかなと思います。はい、ちょっと感じますけども。で、まだね、ちょっと硬さ気になるなって人は、まあちょっとね、続けてもらって、またこうやって呼吸して、ふってやってもらって、またさするっていうのをもう一セットくらいね、繰り返してもらってもいいかなと思います。で、やったら、ちょっと起きていただいて、立ちます。立つと、またその時点でうまくできた人、お腹になんかこう、キュッと、なんか圧がかかった感じが入れば、うまくできてます。で、リアスクワットをしていきましょう。で、リアスクワットすると、さっきよりも、もも裏の感覚ね、あ、ちゃんと入りやすくなったなとか、前にいた時に腰に反る感じとか、体が曲がる感じとかがなくなって、あ、なんかちゃんと股関節で動けるようになったなとか、前にいた時にちゃんとお腹も力入ってる感じが出てきたなって感じがあれば OK ですね。で、ちょっと歩いてもらうと、あ、もも裏に感覚が、あ、さっきより入ってるわ。走ると、あ、入ってる入ってるとか、軸足の、あ、軸足、ちゃんと後ろで蹴れるようになったなとか、ボクシング、あ、フットワークが前、蹴れるようになったなとか、あ、ちゃんと入るようになった。ちゃんと入るようになったみたいな感じがあれば、バッチリ、うまくできてるっていう形になっております。はい、ということですね。まあ、こういう形でね、まあ、とにかく真ん中の中心、腹圧ですね。こいつがうまくかからないと骨盤はね、ぐら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 不安定になってしまって、いくらね、もも裏の筋肉が発達してても、動きの中であまり使えないってことが起こってしまいますので、しっかりね、腹圧のコントロールする練習をしっかりと作っていただければと思っております。
まあ、結構ね、腹圧で結構間違いがちなのは、やっぱり固めようとしてしまうことですね。腹筋、まあ、体幹トレーニングももちろんいいんですけども、固まっちゃうとですね、これまた腹圧うまくコントロールできなくなってですね、ここはまたこう塊になっちゃうんですね。まあ、それはそれで動きのパフォーマンスとしては上がらないので、いかに、筋肉とかも柔らかくしつつ、でも腹圧を作っていけるか。まあ、この両立が結構難しいんですけども、ここをね、しっかりと作っていくことが、まあ、動ける体幹を作れるコツじゃないかなと思いますので、まあ、今ね、やってもらってる体幹トレーニングとかね、腹筋トレーニングとかあったとしたら、まあ、それはトレーニングでやってパワーをつけるのはいいとして、そこからね、固まらないように、まあ、今日のトレーニングですね。今日のこのお腹触って、緩めるっていう。ここもね、セットでしっかりとやっていただけると、今やってもらってる体幹トレーニングは、さらにね、いい方に向くかなと思いますので、しっかりとね、このお腹を緩める練習ですね。まあ、トレーニング後とかにもしっかり入れていただければなと思っております。で、まあね、今回は、腹圧でやりましたけども、もちろんね、ももらを使うためには、股関節の精度ですね。こいつもめっちゃ大事だったりとか、また、肩甲骨ですね。肩甲骨の精度も大事だったりとかしますので、まあ、その辺に関してはね、また他の動画で紹介させてもらってますので、また気になる方はですね、またぜひ見ていただければと思っております、ね。ということで、ね、今回はこれで内容を確認させていただこうと思っております。今全体ですね、Twitter、Instagram もやってますので、そちらもチェックフォローよろしくお願いいたします。もっと詳しくですし、内容を知りたいって方はですね、オンラインスクールの方も営業してますので、また、概要欄の方から覗いてみてください。ユルム全体に直接ね、大阪にありますので、来ていただけますね、あなたのパフォーマンスアップのために、必ず力になれると思いますので、興味のある方はですね、ぜひ大阪までいらしていただければと思います。ホームページの方からまた覗いてみてみてください。なかなか遠くていけないって方はですね、オンラインでの、治療、トレーニング指導もやってますので、そちらの方もご利用いただければと思っております。はい、ということで今回はこれで以上させていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。